日本愛知県名古屋市中区小曳町小曳町は愛知県名古屋市中区にあった地名。現在の丸の内一丁目、西木一丁目、堺一丁目の一部に相当する。一丁目から八丁目が設定されていた。名古屋市中区西端部の堀川砂岩に位置していた。東は上園町一丁目、泉町一丁目、港町1.2丁目、車町一丁目。 西方町一丁目、在木町一丁目、天馬町一丁目、袋町一丁目、本重町一丁目、縦三蔵町一丁目、西は西串尾町四丁目、大船町一から四丁目、船入町一から四丁目、南は奈良町一丁目、広小寺通り一丁目、北は南外堀町一丁目に接していた。近代における小引町の町域は、 江戸時代の小引町のみならず、下木材町、元木材町、吉町、両倉屋敷の敬語町を合わせた区域となっているため、これも含めて解説する。江戸時代における小引町は、小引町筋の北端、片端と京町筋の間一町を指す。また、北から元材木町は、京町筋から魚の棚筋半町南までの二町、両倉屋敷は、 魚の棚筋半丁南から杉の町筋まで、花材木町は杉の町筋から天馬町筋の間2丁、吉町は天馬町筋から堀り切り筋までの二丁を指していた。小引き町名古屋城追記の際に、当地に小引き小屋を設置し、小引き職人が定住したことに由来する。したがって、清過ごしではない。元材木町。 清須越しに際して、清須材木町と称したが、町名が長いために、その所在地から、北材木町、北の字が、に、ぐると読むことから避けて、元材木町と解消したものである。両、倉屋敷、成瀬隼斗星、清水海守の倉屋敷が所在したことに由来する。倉屋敷は消失し、跡地に町屋が形成されたことから、元材木町から独立したものとされる。 火材木町上材木町に対する命名。吉町清須越しに際して、東吉町の名称を移したものが、後に東が略された。在木吉時代に足山を与えられ、それを売買したことに由来する。ありがとうございます。